はい、こんにちは、ちちちゃです。まだ日取りや詳細が発表されたわけではないんですが、アルバトリオンを含む無料大型タイトルアップデート第4弾の件で進捗がありましたのでご案内します。決まってないのに動画にするのもなーって悩んだんですけど、私含め心待ちにしてる方も多いと思うので、一つの指針になればと思い共有させていただきます。モンスターハンターワールドアイスボーン公式ツイッターにてこのようなツイートがありました。モンスターハンターワールドアイスボーン無料大型タイトルアップデート第4弾の配信日をお伝えできるように準備中です。決定次第公式サイトおよびソーシャルメディアにてお知らせをいたします。配信を楽しみにお待ちいただいております皆様には心よりお詫び申し上げますとのことです。決定次第ということなので、まだしばらく調整が入ると思います。明日明後日決まるのにわざわざこういったツイートはしないと私は考えるので、発表は早くても来週や6月の半ば以降になるんじゃないかなと思います。発表から2週間や1ヶ月後ぐらいで実装という可能性が高いと予想してます。やっぱり以前から申し上げておりますが、7月ぐらいにアルバトリオン来てくれるんじゃないかなと私は考えています。昨日の動画でもお伝えしました通り、現在デイオブプレイにてプレイステーションプラスやアイスボーンの割引が6月の16日まで来ています。これに間に合うように発表するという可能性も捨てきれなくて、理由としましてはカプコンさん的にもね、購入者を増やすためにセール中に発表したいっていうのはあると思います。ただ今回のツイートは発表の調整がつかないからこそのツイートの可能性も大いにあるんじゃないかなと思ってます。デイオブプレイ中に無料型アップデート第4弾の発表したいけど、発表できないからまあせめてツイートしとこうかなみたいな、そういう作戦じゃないかなと私は睨んでるんですけどね。皆さんはどう思いますか？ということで、モンスターハンターワールドアイスボーン無料大型タイトルアップデート第4弾の進捗情報でした。続きまして、一つの動画にするほどのことでもないけど、皆さんに伝えておきたい、ぜひアルバトリオンが来る前に今やっておいてほしいクエストをご紹介します。今回背負ってきました武器はこちらの動画でご案内しております黄金のオーライトです。装備詳細はこちらの動画をご覧いただければと思います。よいしょ。まずは壁ドン。オッケー。このクエストは期間限定イベントクエスト、闘技場からの白いラブレターです間違って鉄鋼榴弾撃っちゃった。このクエストの報酬でもらえる採点チケットを使い、ギルドパレス派生武器を重ね着にすることができるんですよね。ギルドパレスシリーズは武器の重ね着として非常に人気の高いデザインなんで、使ってる方めちゃめちゃ多いと思います。でこのクエストは今は常駐してるんですが、期間限定イベントクエストではあるんで、アルバトリオンの発表があった後とか、アルバトリオン実装した後とかに関しては年4回の祭りの時ぐらいしか基本的にプレイができないイベントクエストなんですよ。なんで今ぜひあるうちにプレイして採点チケットを集めていただきたいんですよね。さらにこのクエストで戦うことになるのがベリオロスなんですけど、このベリオロス歴戦の個体ではないんですよね。なのでイベントクエストだから体力自体は多いんですけど、攻撃力とかあんまり高くないんですよね。あとベリオロスに関しては腕の棘さえ破壊してしまうと攻撃方法がワンパターンになるんで、非常に戦いやすいモンスターなんですよね。今ナルカミショウロウ、アラゴトナスとか、あと本日から来てるムヘトジーバとか回ってる方も多いと思います。ちょっとそれらに疲れたらこのクエストを挟んで癒されつつ、チケットもねぜひ回収していただきたいなと私は思ってるんですよね。武器の重ね着って1本あたりに1セット材料がいるんで、防具の重ね着と違って延々と、ほんと延々とチケットが必要になるんですよね。なので私もね20枚ぐらい採点チケットあるんですが、ネタよいしょ、もうありとあらゆる武器をねギルドパレス派生ばかりにしてしまってるんで、よいしょ、全然足りないんですよね。なんで隙あらばこのクエスト周回して採点チケット回収してる感じです。まあ、全然足りない。ベリオロスの玉肉質なんですけど、一番弱いのが
頭で物理肉質が55で、火属性のよいしょ肉質が20です。なんで頭を狙いたいとこではあるんですが、トゲですね、トゲが生えてるときはトゲの肉質、物理肉質25で火属性が35ではあるんですけど、まずはトゲを狙ってトゲを破壊するところからスタートします。トゲを破壊するとね、もう先ほども申し上げましたが、動きが非常に緩慢になりますので、やっとトゲが破壊されてないときはなるべくトゲを狙って、というかむしろトゲだけを狙って攻撃していくのがいいんじゃないかなと思います。でトゲね、破壊後も結構肉質は柔らかめで、物理肉質が30で火属性が20なので、おすすめとしてはこうトゲをこうやって貫通させつつ頭にも当てると、そういうムーブを取っていくとこのようにダウンも取れますので、やったいいんじゃないかなと思います。ただね、尻尾からきっちり通していくとやっぱダメージ量は多いんで、ほい、それもねぜひ後ろから攻撃できるときは狙っていっていただければなとは思ってます。まあでも基本的にどこ狙ってもやっと体をね貫通するように通してくれればダメージ自体はそこそこ出ますので、最初のトゲ以外はあんまり何も考えずラフに打っていただいても全然勝てますね。よいしょ。でこのやった装備に関しては渾身を発動させているので、基本的にはあんまり回避行動を取りたくありませんなんですけど、はい、この行動以外は基本的に歩き避けで全然簡単に避けられるモンスターなんで、このトゲを破壊すればね、トゲを破壊した後は歩き避けで問題なく攻撃を続けていけるモンスターなので、さっきの飛びかかり以外に関しては歩き避けで基本は避けていきます。今のまだダメージ食らってない、食らってるか、食らってないはず。あー食らったそんなー、ああいうのもね、こう左回り、時計回りですね、時計回りにぐるぐる回っていると基本的には打ちません。あの飛びかかりに関しても上からね飛びかかってくるのもちゃんとずっと歩いて横に避けていれば実は歩き避けできるんですよね。なんですけど、まあ、念のため私はあれ捕まえるとだいぶめんどくさいので念のため回避を入れております。今避けれなかったのダサいなかっこ悪いの今の。よいしょ、あ間に合わなかった。よいしょ、やっぱ頭が弱いんで、これね、こうこれ反時計回りだと頭に捕まりがちなんで、私は時計回りでやってます。やった、おーバッテリーバッテリー頼む、生きてくれ。やった、ほい。なんかね、コントローラーの差し込み口の調子が、充電の差し込み口の調子があんまり良くないみたいで、最近あんまり充電されてないことが増えてるので、おーしょ、やった、バッテリーとの戦いになることが非常に多いですね。ちょっと新しい、やった、コントローラー下ろそうかな。別に壊れてはないんですよ、充電自体はできるんですけど、ちょっとね乱雑に置いちゃうと充電されてないことが多いので、あーっと危ねえ、こーわよかったよかった、計算通り計算通り、よいしょ、ういよいしょ、お疲れ様です。いろんな種類のコントローラーもあるんで、それの開封動画も投稿したいな。はい、6分30秒。ちょっと体力がね多いんですよね、このベリオロス。そして目当てはこちらの採点チケットです。今回1枚だけ、まあ、基本的に1枚か2枚かなって、2枚かなっていう感じなんですけど、まあ、頑張って周回して皆さんも採点チケットを集めていただければなと思います。これついでにね、結構いい装飾品とか手に入ったら美味しいんですけどね、まあ、残念ながら太古の玉、ただ太古の玉からはワールドの時のレア装飾品が出る可能性もあるんで、ワールドの時のレア装飾品が欲しいっていう方にはいいかもしれません。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。